き総的マドンナ大好き松山幸せ未来塾あんたいつも元気ね元気ですよインフルエンザが流行するこれからの季節、うん、予防のためにこの歌と踊りで気持ちを引き締めてるんですそれはいいことよねもしもし塾長すみません今日そちらに行くことができませんどうしたのインフルエンザにかかってしまいましたえぇ、吹き飛ばせインフルエンザインフルエンザ予防5つのポイントとはお姉さんがインフルエンザに感染してしまってマドンナさんは大丈夫ですかはい今のところはインフルエンザを予防する5つのポイントを知っていますか5つのポイントですか1ウイルスを避ける2流行前の予防接種3咳エチケット4湿度を保つ5栄養休養です外から帰ったら必ず手洗いとうがいをしましょう手洗いは液体石鹸を使い流水でよくすすぎましょうインフルエンザウイルスはアルコール製剤による手指消毒も効果的ですインフルエンザ最大の予防策は流行前の予防接種です接種回数は13歳以上の方が1回13歳未満の方が2回です予防接種を受ける際にはかかりつけのお医者さんとよく相談をしましょう咳やくしゃみをするときはインフルエンザの感染拡大を防止するため咳エチケットを守りましょう咳やくしゃみなどの呼吸器症状があるときはマスクを着用してくださいマスクがない場合はハンカチやティッシュで口を押さえウイルスが飛び散るのを防ぎましょう使用したティッシュなどはすぐにゴミ箱に捨て石鹸でよく手を洗ってくださいウイルスは乾燥している環境で活発になります部屋はなるべく加湿器などで湿度を適度に保ちましょう疲れが溜まっていたり体力が落ちていると感染しやすく症状も重くなってしまいますバランスの良い食事を心がけ睡眠を十分にとって抵抗力を高めましょうここからは家族がインフルエンザに感染してしまった場合の予防ポイントを患者のマスク着用、家族もマスク着用患者さんだけでなく家族もマスクを着用し感染を予防してください、はい、可能な限り隔離看病する人も一人にし接触をできるだけ避けましょうリモコンやドアノブなど患者さんが触れたものにも注意しましょう他にもコップなどの食器やタオルを共有しないようにする鼻を噛んだティッシュはゴミ袋で密閉して廃棄する鼻を噛んだ後はすぐに手洗いをしましょう正しい感染予防でインフルエンザを吹き飛ばそう電話を、はい、うがいしよう、はい夏休みも一緒にやりますよやだよ早く早く無理だしやりますよ、はい